ゴリラさん、青いゴリラさん、遠いですよ、あなたのお家。喋らないな、ゴリラ。おーい、青いゴリラ、死んでる、もしかして。よいしょ、到着しましたね。死んでる。腹減った、だかんな食べた。どうぞどうぞ、だかんな。あげます、あげます。皮、それ臭い、臭い。いいよ。臭い、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 臭い。なんもうたぶん、お、もう起き上がれなくなっちゃったじゃん。起き上がれないって、皆さん。起き上がれないって、おい。うわぁ、何やってんの、人の時期で、こんな野郎。出て行け、この変なボブリックが、こんな野郎。何、ビラさん、何しに来たんのよ。はるばる都会からジャングルまでやってきましたよ。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。本当に遠かったです。こっち飛行機ないんでね、なかなか行ける手段なくて。じゃあ次回はキロさん来てくださいね。無理です、海泳がなきゃいけないんで無理です。はい、ということで、もーちゃん、もーちゃん、チラピノです。はい、今回です。はい、ワガリエルフッパの24。はい、前回ですね、ゴリラ、まあ親分ゴリラ、うん、と出会ってですね、ピノさんが背中につけてるバナナマシーンもらったんですよ。はい、で、最後でも親分ゴリラがね、あ、大丈夫ですか。大丈夫かな。最後親分ゴリラがこのジャングルの中に、うん、俺と同じぐらいの大きさのバナナがあるという、最後なんか謎を残して死んだんですよ。死んだんでしたっけ。違う、違う、生きてますよね。生きてますかね、うん、あいつ聞こえてないかな、大丈夫かな。あ、あとね、ゴリラの洞窟の前にあったあの日記のね、スティーブさんも探したいなと思います。はい、まあ、せっかくチロルね、ジャングル引っ越してきたんで、ピラさん、やっぱ探索していこうよね。どっちから行きます。まあやっぱりあれじゃない、スティーブさん探しながら、あ、違う、あのピラさん、びっくりマークついてた女の人いたじゃん。ああ、あそこ行ってみようぜ。オッケーオッケー。服装どうしよっかな。ゴリラにするの。どうする。いや、もう変えようかな。なんかゴリラもう終わったしな。終わったしな。ゴリラ終わったしな。あ、一体どんな服装になるのでしょうか。お、期待されてる、もしかして。変だよそれ。おかしいよ。もう期待されすぎちゃってどうしようかなと思って。これになっちゃった。おかしいよそれは。ダメ、これ、これでいこうかなと。合ってないよ。ほな行こうか、本当に。あー、もうや、嫌なやつ。もう皆さん、車乗ってこうか。あのチロルここ住んでるからね、好きな車出せるから、乗ってけ乗ってけ、うん、じゃあもうジャングルではこれだから。おまずあの女の人がいた場所をどこだったか覚えてるか。なんか下の方だったよね。これ何、なんだこれ、行ってない、ここ行ってないよね、初めてだ。ちょっと見てみようか、これなんだ。うん、よいしょ。あ、ラバーバンドゲームズ。あ、プレゼント、プレゼント、ナイス。隠れし、隠しプレゼントゲット、95。すげえ、わーい、増えた、いいね、貯金が増えた。いいいい、ジャングルでもやっぱプレゼントいっぱいあるから、探していこう、探していこう。ここなんもない、隠されてるね。お、あそこか、建物があるぞ。あそこじゃない、行ってみるか、車で。この服装なんかチクチクすんな、これ服着た方が良かったんじゃない。絶対ジャングル探索に向いてないよね、この服装。うん、海行く時の服装だからね、これ。うわ、ここ危ないかも、気をつけて。おー、道に沿って行けば行けるかな。そうだね、道になってるね。よし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 。あれ、うわ、キャンプだ。あれ、スティーブさん、スティーブさん、あれ、あれ、寝床があるね。これは誰かいたな。何かいるな、ここ二つベッドある、ピノさん。つまり二人いるの。うん、二人いて、しかも見て、うん、ペット用の何か入れ物もあるな。買えるんじゃない。何やってんだお前。いや、何やってんのそれ。びっくり、どうしとこうかなと。スティーブさんびっくりするから、これ帰ってきた時にこうなっちゃうから、うれれれみたいな。うれれれみたいな。よし、じゃあ車帰るか。うん。うん、車借ります。借ります。借りる意味ないけど借ります。うわ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 、出てきた、来た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 、何これ何これ。多分ね、びっくりマークついてたね、人ね、この先にいたんだよな。こっち側の村来たことなくない。あれ、ないのか、村なのかわかんないけど、遺跡、あれ、いたよね、来たことないよね。来たことないか。あれ、どこで見たんだったっけな、あのびっくりマークの人。確か向こう側の遺跡を下ったところじゃなかったっけ。いた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 、いた、ほらほら、いたいたいた、この人、あ、いた、この人ね。あ、危ない危ない、離れろ離れろ、あ、危ねー危ねー。い
りませんね、ほんとこれ。双眼鏡を探すのを手伝ってくれないかな。高いですよ。高いですよ。高いですよ。お金の話し始めた。いきなりお金の話するから。川に落として流されてしまったんだ。あら、双眼鏡流しちゃったか。今はどのあたりにあるかもわからない。じゃあもう無理かも。さすがに。なくしたって言ったらブライアンに怒られる。誰ブライアンって。ブライアン？スティーブじゃないな。ってことはあのさっきのテントはブライアンとこの女の人か。ああ、そういうことか。今週で2つ目だから。2つも？どんだけ握力弱いの。やることリスト、川にドボン。あららららら、ら川にドボン。じゃ見てみますか。川にドボン。探検家が双眼鏡をなくしてしまった。川に落として流されてしまったそうだ。どこに行ったか探してみよう。双眼鏡を見つけて持ち主に返そうだって。ピノさん、ほうほうほう。マップに映ってないか。映ってるのかな。いや、映ってないね。あー、でもこの川のどこかに落ちてるってことじゃないかな。結構大変だよこれ。ジャングルの中心に流れる川に落ちてるってことじゃない。うん、そうだね。やっぱこの服装当てたね。当てるんだ。じゃあ探しますか。探しましょう。ボートに乗る。そうだね、ボート乗ろっか。あれ、見たことあるかな双眼鏡なんて。ないな。ボートあるんでボート乗っていきますか。普通に考えたらさ、ピノさん、滝がある方はね上流だから、普通流れていくとしたら下流に流れていくはずなんだよな。そうだね。つまりこうだ、下流の方に向かっていこう。うんうんうん。よーし、よーく見とけよ。じゃあ双眼鏡か。あるかな。どうだ。今のところワカメしかないですね。ワカメじゃないよな。二つ目らしいからな。もしかしたら二つあるかもしれないからね。確かに。ワカメがなんか4本入ってるぐらいですね。うん。なんだろうね。魚とかもいないんだ、ここ。いないね。わあ、滝だ。やばい、滝。これ大丈夫か、ボートで。下っていけるかな、これ。行くぞ。行くぞ。行け。行け。あら。うおー。おー、危ねえ。どうだ。ないね。はい、行こう。だいぶ下まで流されちゃったのか。深いな、この辺り。見える？これ。あ！あるじゃん。あるじゃん。これじゃない？絶対これ。光ってないぞ。あ、でもこれこれこれ絶対これ。あ、双眼鏡だ。合ってるのかな。よし。じゃあピノさんに拾ってもらって。合ってる。合ってるのかな。絶対合ってる合ってる。じゃあ、怖い、落ちそう。これでもう降りようよ。降りるか。滝だからね。これかな。よし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 。見つかった見つかった。よかったー、あってよかったね。うん。これね、多分50ドルぐらいじゃない？ 50 ドルぐらいもらえるんじゃないかな。いやー、コスチュームくれるんじゃない？あ、コスチュームかー。あの人の服。あー、服か。まあちょうど服ないからいいや、もらおうかな。多分ブライアンの紹介してくれるかね、どっちかだね。よし、じゃあ渡しましょう。渡します。持ってきましたー。どうぞ。見つけてくれたんだね。はい、ありました。あー、ありがとう。これがなきゃすごく困るところだったよ。あ、そうなの？ベテランの探検家さんだね。え？双眼鏡手に入れました。うわ、双眼鏡つけたいな。一回帰るか。え、コスチュームなの？コスチュームだな、多分な。頭につけるのかな。そうだね。で、帰ろうぜ。よかったね、これチロルの家近くて。ブライアンいなかったな。ブライアンこの先出てくるんだろうね。ピノさんのバナナまだ落ちてるわ。落ちてる？結構害悪だな。いいね、ブライアンが食べたんだよ。ブライアンかわいそう。ブライアンめちゃめちゃバナナ好きみたいになってる。よーし、着替えましょう。双眼鏡覗けるかな。覗けるでしょ。僕まで見えるのかな。え、めっちゃいいね。この機能あるんだったらめっちゃいいかも。ちょっと木が多いね。ちょっとあのバギーで行った方がいいっすね、これ。ちっちゃなあの家の前にあるやつね。大きい車はちょっと不向きだな。ダメよこれ。もうチロル別に運転下手くそなわけじゃないからね。帰ってきたよみんな。誰もいないよ。もう誰もいないよ。いるの。住んでないよ。集会所あるでしょ、ピノさん。いるんだって、ここに誰かが。あった。これです。何それ、もみじまんじゅう博士みたいになってるよ、ピノさん。うん、ハゲまんじゅう博士みたいになってるから。ハゲ博士みたいになってるよ。ちょっと恥ずかしいなこれ。なんか覗いたりはできないのかな。双眼鏡を覗くことできないみたいだね。できないのか。じゃあいらないか。いらないね。こんな方が良かったぞ。そうだね。やっぱゼリーしよう。チロルもゼリーにしよう。あー、じゃあ行くぞ、皆さん。皆さん、どう切り抜けようかな。なになになに。うわ、嵐だ。うわ、嵐だ。どうしようかな。チロさん扉開いて。やだよ。
自分で着なよって。ピノさんそれね、バナナ踏んだらピノさん負けだから回避してみなさいよ。オッケー、回避できるかな。やったー、行くよ。オッケー、行きましょう。出発出発、左です。左です、曲がります。あー、天気悪いですね。天気悪いよね。天候悪い気がするな、ジャングルいつも。危ない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 、狙ってきたな今。惜しいぞ。惜しくねえぞ。えい、いいね。レースだったらぶっ飛ばしてるからな。過ぎちゃってる過ぎちゃってる、もう皆さん。どこ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 、よしよし。いやあ、なんだこれ。どうした、ラバーバンドゲームズか。うわ、なんだこの模様、見たことないな。何、旗が立ってる。扉だねこれ。そうだね、絶対開くわこれ。何かまたあるなこれ。なんだ、ゴルフかな。あー、ゴルフか。違う、ジャングルだから違うか。そうだね、違うと思う。うん、大丈夫か。俺が全部取ってやる。俺が、皆さんお前は滑るな、俺が取ってやるからな。ここか、謎の扉。気になるね。気になるね。これ地下につながってるのかな。可能性あるし、もっと気になる建物あるからね。どこどこ、反対側、反対側。こっちは見た。いや見てない、今から行く。どっち行く。こっちだ。ここにも何かあるんですよね。うわ、広いな、ここ。もう広いね、ここ。うわ、あ、扉がある。おお、ブライアンじゃない。ああ、いいところに。ちょっと違うな。違うな。いいところ、いいところに。何でもできるタイプのバブルに見えるぞ。あ、そうだね、さっき探検家とかも言われたしね。そうだね。私はスティーブ。え、スティーブさん。ブライアンじゃない、スティーブだった。この調査旅行を任されてる。手紙見ました、あの日記か。ゴリラの洞窟の前で見ましたよ。この扉の開け方がわからないんだ。わかんねえのか。あ、ずっとこれで悩んでるんだね。あ、そうなんだ。で、日記にもあったよね。あったあった。でも君なら頼りになりそうだ。どっちだろう、チロルのことかな。多分チロル。昨日だね。多分、いや多分チロルだね。多分君だから。うん。昨日じゃない？いや多分チロルじゃない？君だから多分。なんで？なに？この壁の文字をずっと解読してたんだが。あ、これ読めませんね。これ無理だね。ちょっとピノには荷が重いです。いや俺も無理、多分。無理。多分ピノのことだと思う、君ならってことは。島のあちこちにある洞窟に4つの巻物が隠されていると書かれている。え、解読できるじゃん。読めるの？読めるの？洞窟に4つの巻物か。巻物があれば中に入る方法が分かるに違いない。ほう。この4つの記号がそれぞれの洞窟を表しているんだと思う。すげえ光ってる。うわー、マジか。これに似た石箱を探してくれ。あー、石の箱だねこれね。おー、重厚感がありますね。なるほど、巻物は中にはあるはずだ。鍵かかってるのかな。そうだね。あ、この鍵で開けられるようだって鍵くれた。すべての巻物を見つけたら私の助手になってくれ。断る断る。スティーブ、お前が俺の助手だ。一緒に扉の向こうを探検しよう。わー、スティーブが助手としてな。うん、助手くんね。俺らが助手じゃない、助手くん。君の助手くんになるからね。やることリスト、古代のミステリー。よーし、つまらないものですが。あ、そうだね。つまらないもつまらないものですが。つまらないものですが。渡したよ。さあ、この記号が洞窟のヒントか。どれも見たことないな。左ロープウェイだね。うん、ロープウェイ、ロープウェイ、ロープウェイと右、2番目がなんだろうこれ。石。石だな。俺でも、俺でもわかんない石だな。アスレチック岩。あ、そう、アスレ岩だね。3つ目がなんだろう。穴がありますね。でも右、4つ目と同じ形してんだよね。4つ目と同じ形。そうかな。あ、違うかな。井戸とか。あ、井戸か。どう。待って。ひろさん、右にバツ印ありますよ。優しい。ああ、何の罰だろうこれ。一つは村じゃないかな。町、ここが町。ジャングル右上でしょ。右上、そう、一番上が山。あ、山だよ。ウォブリーのさ、世界のマップじゃんこれだね。ああ、そうか。雪山のところと町に一個あるのかな。あ、ジャングルだけじゃないんだ。ウォブリーアイランドの地図だ。うわ、そう、めちゃくちゃ大変じゃんこれ集めんの。まず実家から行くか。じゃあ行かないよ。町のゴミ捨て場、ゴミ収集のお仕事の上だ。これだ。お、なんかあるな。あるある。行くか。でも
まず町から行きますか。町から行きましょう。よーし、この他見なくていい？これちょっと見ていくか。見ていくか。うん、ここも何かありそうだもんね。プレゼントとかありそう。巻物が4つあるんだったら、うん、そのお部屋があるんじゃない？違うかな。あー、そうか。ないわ何もないねこれね。でもさ、あのスティーブの前にあった扉もそうだけど、反対側にも同じような扉あったからね。そうだね、2つあったよね。そうだよ。やった、晴れた。やっちまえるぞ、ビノさん。おー、狭いですね、そこは。うわ、なに？ロケットカーだ、見て。ロケットカー、あー、そう、ロケットカーがある。あ、なんかある。ボタンがある。え、来た。え、なんだなんだ。え、じゃない、あ、だめだよ、押せよ。いいよ。ポチッとね、赤く光りましたね。なに？いや、これ何が、え？え、何も起こらないよ。どこかの扉が開いたとかじゃないのかな。なんだ、赤く光っただけ。怪しい。怪しいね。なんだ、ちょっと匂いますね。なんだなんだなんだ、あの赤いボタンなんだ。開いてないよね。開いてはないか。何、どこだ、なんだな、何のボタンだあれ、何の意味があったんだ。この反対側の扉が開いてるとかかな。あー、開いてない。ピノさん、開いてないよ。開いてない。なんだろうね、謎です。気になるね。ブライアンがまだね、この中にいるはずだから、ピノさん。ふんふん、どこかにいるはず。そう、どこかにいるからね。あ、でももう全部見たのか。じゃあピノさん、行きますか、巻物探し。はい、よいしょ。よし、じゃあ飛行機がいるな。それではですね、ゴミ収集所の裏行きます。ピノさん、あの間通っていい？ダメいや、わかんないでしょ、通れるし。ダメです。なんでよ、絶対失敗します。しないよ。あのトンネルの隙間取っていいかな。まあ近いからいいよ。オッケー、ゴミ収集のお仕事から近いからね。絶対無理だこれ。無理？え、大きさ変わらないと思うけどな。ほんと？あ、到着しました、皆さん。大砲じゃない？待って、ロープウェイじゃないこれ。ロープウェイか、ちょっと待って。ヒントであったじゃん。オッケーすごい音だったよ。オッケー、生きてる？行ってます。どこ行った？ロープウェイでも2つありますよね。どっちだ？上じゃないかな。上のロープウェイに。いや、下か。でもロープウェイに巻物って何が関係あるんだ。え、でもヒントであったもんね。壁に書かれてたでしょ。あった、上かな、下かな。あれ、上行けない、皆さん。行けないか。とりあえずこっちのロープウェイ使ってみます。うん、でもロープウェイで巻物ちょっとよくわかんないけどね。よし、行け。オッケー。行っちゃった。行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。帰ってくるの待ちましょう。帰ってくるか。帰ってくるよ。行きます。お願いします。オッケーオッケーオッケー、よし。いいよ、離せない離せない。いらないよそれ。いらないか。頼んだ。どうだ、あったか。ないないない。ない、やっぱ上か。上かな。ね、上行ってみますか。上行ってみよう。だね。いや、なかったですね。そうだね、ないよね。上に向かいます。あ、上に自分で行く。うん、もう着いたよ。はい。うわー失敗した。失敗しました登場失敗。寒いね。どこですか？こっちだね。あ、来た。よっしゃ、うまいね。来たよ。ここにあるんですか？いや、ロープウェイに関係あるかな。え、ないのかな。もう一回行ってみるか。離さなかったら戻ってくるから、上に。あ、そうだね。行くぞ。はい、もう絶対離さないから。せーの。もう変なとこ掴んでますね。よし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 。オッケー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 、よし。いらないことしないこと。はい、もう絶対しません巻物どうだ。洞窟がある、橋の下に。橋の下あるね。ゲッセル今洞窟実際に違う。いや、そうかな、もしかして。あるよね。あー、あれか。中に入って、話した？あれ話してないけどな。洞窟行ってみるか、じゃあ。ヘリがありますね。ヘリで行こうぜ。行きます。行ける？ヘリで。大丈夫大丈夫。あの、すいません。あの、運転したことないんですか？本当にたどり着きすらしなかったけどね。あ、近づいた近づいた。いや、もう近づいたかな。どうやって行く？ボートないと多分無理だよね。そうだね、ボート欲しいね。ね、ボートか、これでも行けるか。行けるか、それ。皆さん乗れるか。いいよいいよ、このまま行くよ。無理だって。行ける行ける。お、行けるぞ行けるぞ。絶対無理だよ。来た来た来た、起きろ。無理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 、やめときなって言ったのに。うわ、無理だ無理だ。違うさ、これボートじゃないと無理。刑務所で寝る？そうだね。近くに家ないし、ピノさんのマンションいちいち上上がんなきゃいけないからな。もうめんどくさいみたいに言うなよ。めんどくさいんだよな。いや、そんなことないんだけどね。
一番めんどくさいのはチロルの家だからね。そうだよ、あそこまで行けないからね。ヘリ乗らないと無理だからね。うるせえよ、もういいだろ。ゴリラ住んでんだよ近くに。いねえだろピノさんの近所にゴリラ住んでるとかなんだよ。ゴリラいらないよ。はぁ、いやーここ立地最高だったんだな。立地いいよね、便利だった本当に。これゴムボート乗ってこう。あれあれ、あ乗れない。オッケー、じゃあ行きます。おお、これ運転しにくいからな。そうなの。うん、いいよいいよ。洞窟の中か、初めて来るよ。初めてだね。でも位置的にちょっと違うけど、洞窟進んでいくとそうあるのかな。この真下にあるとかなのかな。でもそうだよね、巻物とかでだってあんな宝箱って大体洞窟にあるもんね。狭くなってきて、これいつもね落ちてるだけだからな。来たことないな、こんなとこにボートで。ねえ、来たことない。あ、見えてきた。これだこれだ。そもそもこれ入れるのかって話だよな。入れます。おお、ほんとだ、水になってんだ。うわうわー、いけます。うわ来た、ジャングルだ。えあれ、なんかこっちも行けるけど、皆さんすごい、でも流れがすごいよ、チロさん。うわうわ、あ無理だ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 、退散退散。ここでしよっか。よし、降ります。オッケー、降りて降りて。オッケー、もう上陸しました。オッケー、上陸。洞窟に上陸。行こうか。月のマークがありますよ。あれ、月のマーク見たことないな。うわ、これなんか荒らされてるな。おお、入れます。なんかコイン出てきた、ピノさん。なんだここ、コインが。コイン、コイン出てきた。コインいっぱいあるぞ、ピノさん。星マークのコインがいっぱいあって、あら、どれかをはめるんじゃないですか。正解、あ、そうだ、正解のコインを探すんだ、ピノさん。これじゃない。なんで太陽のマークついてる。これもだよ、チロさん。まあまあ入れてみましょうよ。入った。落ちた。違うかったみたいです。チロさん見て、上が太陽マークだよ。あ、こっちが月か。月と星だね。三日月と星だ。三日月と星かな、もしかして。どうだろうね、確かにちょっと違うな、マーク。これ見て、月と星が3つと。ほんとだ、これはね、月と星が、大きい星が1つだ。お、太陽だ、太陽だ、これかな。絶対絶対それ。同じマーク入れるってことか。そうだそう、絶対そうよ、絶対これでしょう。あー、これは星ですね。ね、行きます。開くか。絶対そうでしょう。入った。うわ、なんかいっぱいある。なんかいっぱいあるな。なにこれ、なんだ、光ってる。光ってる。これ光ってるマークをセットするんだな。月、月に星1と最後月星3つのやつだ。オッケー、オッケー、探してこう。よし、あったあったあった。月結構あったぞ。どれ持っていく、チロルさん。チロルね、月とこの大きい星1つと、うん、そう、あともう1個ね、月が3つあるやつ。あ、それでね、星が3つね。そう、月が3つ。オッケー、あと普通の月も持ってきたよ、皆さん。オッケー、じゃあ順番に入れていきましょう。2番目にこの大きいやつね。で、3番目が星3つのやつね。OK、 開くぞ。うわぁ、うわぁ、なに、なになに、なんだ、なんだこのカメラワーク。このカメラワークは何、止まったんだ。流れが止まった。あ、で進めるようになったんだ。なるほど。おお、なんか流れ止まるってすごくないですか。すごいね。どういう仕組み。なんかさ、冒険っぽくなってきたぞ。さっきさ、でも向き的に確かに、ね、ピノさん、バツの位置に近づいてるかも。確かに。どっち行く、ピノさん。なんか分かれ道来た。ほんとだ。どっち行く。チロル右利きだから、じゃあ右で。うん、右で。なに、あ、来た。あった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 あ、どっちから行っても同じところだ。あ、繋がってるんだね。ツルハシがある。ツルハシ、これ取れる。これウランじゃない。え、おお、綺麗だね、エメラルド。何これ、エメラルドかな。博物館に持っていかなきゃいけないね、多分これ。おお、ついでに回収しておきますか。うん、よし、じゃあこれ開けましょう。開けましょう。出た、石の箱だ。何のマークだ。扉に書かれてたマークだね。うん、開けます。巻物を見つけた。ジャングルにいる考古学者がこれを探しているようだ。スティーブのことだね。キャー、増えたの。一つ目の巻物ゲットです。でも勝手に回収されたら、ピノさん。おー、一つ目ゲット。一つ目ゲットです。よし、安全運転で帰ろう。博物館までレッツゴー。ね、帰ろう帰ろう。危ない危ない。危ないな。今引っかかったよ。今引っかかったね。怖いよ。結構難しかったな。隠れ洞窟の中にあるんだな。うん、あ、なんとなくでも分かったぞ。やっぱ洞窟の中にあるんだ。まあ、あとこれが一体何なのかね。この光ってるエメラルドみたいなのが。エメラルドかな。売れるかな。売れないよ。見たいな。よし、見えてきた。さあ、見えてきました。博物館もね、
コンプリートするまでめちゃくちゃあるからね。めっちゃ多分ね、あの美術品紛失してるからさ、散らばりまくってんだろうね。来た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 。じゃあここでピノさん、はいはい、よし行きましょう。お願いします。お、ありがとう。これはまだ当館にない遺物です。あれ、そっち、え、洞窟、あら洞窟、洞窟エリア、あ、洞窟エリアなんだ。おお、そうなんだ。巨大な翡翠の結晶。おお、おお、そうなんだ。ありがとうございます。初めてだ洞窟ね。何してる。挨拶しておこうかなと思って。じゃあ次のバツ印行きましょう。次はどこですか。次ね、なんか分かりやすいところから行くか。ここです。どこ。この農場とね、この雪山の間になんかね、あー、この穴、そう、その穴がバツ印ですね。これ分かりやすい。なるほど、これ行きましょう。これがあの井戸みたいなやつか。そうだね、僕で行ってみるか。そうだね、上空から見ると分かりやすいんじゃない。ふんふんふん、この奥だね。そうだね、この、あー、あの滝が、滝の上か。あ、こんな高いんだ、すごい。あー、これだ。確かに壁画にあったな、このマークね。覚えてる。うん、ボートで行く。あ、そうだね、ボートあるわ。オッケー、ちゃんとじゃあボートで行きましょう。よし、待って待って。じゃあ行くぞー。よーし、行くぞー。いやー、確かにね。どこ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 、それこの中なんかあるか。何もないか。あ、何もないね。行き止まりだった。行き止まり完全に。よーし。いやー、ここ確かに穴開いてんな。おー、到着ー。到着。うわー、おー、わー、何か落ちてた。お、何かあるね。でも落ちても大丈夫そうだね。なんか見える。行きます。うわー、暗い、暗いです。あ、あれはアメジストか。アメジストあるね。何これ、浮き輪、浮き輪、あれ色変わった。色変わった、掴むと変わる。そうだね。どういうしよう、緑にすればいいのかな。いや、下来て下来て、ボタンある。え、こう下っていったらボタンがある。皆さん、ここにボタンあるよ。ほんとだ、押します。せーの、おー、お、道ができた。あ、あれ、中途半端な道だな。足りないな、足りないな。あれ、これ緑にしてみる。オッケー、全部緑にしてみようか。あれ、黄色だ。もう変わんないね。なんだ、どっちだけ黄色なんだよね。あ、よし。あ、そうなの。チロの画面ではね、全然バラバラなんだけどね。あ、そうなの、うん、全部緑なんだけど。水に投げてみようかな。落としてみて。うん、落としてみようぜ。落ちろ。あ、でも浮いてるね。ピノたち、もしかして浮ける、行ってみていいですか。オッケー、行ってらっしゃい。行ってきます。それで、うわー、浮ける、すげえ。チロさん、浮けるよ。マジで、カモンカモン、すごい。気をつけて、行きます。うおー、あー、すごい。そうだ、犬動きする、犬動き。パシャ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 、いけいけ。なんもない、ここ。あー、行き止まり。パシャ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 、おー、いいね、楽しい。水の上こうやって歩けるんだ。知らなかったね。全然知らなかった。なんかボタン探すのか。ある。いや、こっちないな。こっちかな。そうだね、この針に当たったらもしかして割れるのかな。ポコンって、空気なくなっちゃう。あ、あ、ありますね。オッケー、じゃあこれね、行きますか。はい、こっち。お、さあ、2段目の橋できて、最後まだ真ん中がまだありそうだね。あるな。チロさん、手離しても大丈夫だ。あ、ほんとだ。いいね。うわいいね。やっふー、楽しい。これチロさん、写真撮ろうよ。あ、いいね、いいね。あ、こう切るんだから、こう撮ろうって。もういいね、浮きはいいね。いいね、いいじゃん。よし、行こう。浮きは楽しいな。なんで緑に変わっちゃったんだろう。ね、色変わるのはよくわかんないけど。おかしいね。最後のボタンありますね。浮きわかる。ほんとだ。プチッ。オッケー。でもね、巻物なんだけどね。ないね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ふふふ、たくないよ。おお、あ、でもここは浅瀬か。よかったよかった。危ない危ない危ない。よかったよかった。優しい世界だ。ね、優しかったね。いける？おかしいけど、まあいいか。大丈夫か？それ、あの、すぐ横転するからやめときな。ちゃんと両足入れてんな。すぐ横転するからね、ひっくり返る。大丈夫か？うえー、いいね。かっこいい、見て。いいじゃん。箱がないな、箱が。そう、箱ないからね。とりあえずこのですね、今持ったけど、これ割ってもさ、持って帰れなくないか。出口ある？確かに。だよね。続いてるんじゃない？もしかして。道があるのか？落ちないように。気をつけてね。よし。オッケー。よし、叩くぞ。
ッケー、やっぱこのツルハシで叩けるんだな。せーの、はい、道がある。うわ、完全にアメジストだ。完全にアメジストで、あ、ボートあるわ。ある、あ、本当だ、出口だ。よし、でもないぞ。巻物あるんじゃない？あるのか、この先に。え、でも滝？滝だね。滝が見える。しっかり捕まっとけよ。オッケー、怖いな。行くぜ、アメジスト、離すなよ。オッケー、小さめだった。まだあるぞ滝、しっかり捕まっとけよ。宝箱ねえな。ないね。うわ、これ、あ、うわ、滝だらけ。気をつけろ、離すな。オッケー、行くぞ。うわ、オッケー、アトラクションだよこれは。まだある、まだ、行くぞ。2つ分かれてる、皆さん。うわ、こっち行く。右でしょ。右、右利きだから右です。曲がってないかな。ある、ある、どこ、あった、右、正解じゃない。オッケー、オッケー。危ない、見て、左から行ってたらもしかしたら見逃してたかも。いや、そうだよ。オッケー、よし、開けます。はい、マークは同じだ。おお、見つけた。二つ目ゲット。よし、よし、しっかり持っとけ。うわ、カメだ。あ、キャー。あれ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 、いや、キャー、消えた。あー、消えた。アメジスト、アメジスト復活してくんないかな。どこ、はい、また今度取りに行きましょう。しゃあ、戻ってきたぞ。アメジスト回収、回収したよ、ちゃんとね。よーし、よーし、行きます。もう巻物は取ったからね。じゃあこのまま出口を探しましょう。こっちに出口ありそうだね。ねえ、まだ滝ありますね。まだあるか。どこから出てくるんだこれ。さあ、降ります。うわー、うー、お、なんかあるか。なんか陸地あるけど特に何もなさそうだね。うん、さあ、外かな。出ました、外です。どこだ、あれ、ここどこ。あー、滝の下に洞窟があったんだ、ピナさん。あ、そうなんだ。なんだか、でも外出ましたね。うん、まずい、雷がやばいね。当たっちゃうと飛んでっちゃうかもしれない。どこに上陸すればいいんだこれ。怖いよ、上陸する場所ねえな。こっちかな、ボートの方まで行こうか。ボートか、あの船乗り場だね。あ、船乗り場行こっか。もう雷当たらないことに祈っていこう。雷スレスレなんだよね。運転してっからね、今。頑張れ。運転してっから見えないよ。もっと早く。早くじゃないよ、これ限界よ。はい、到着しました。ピノさん、先降りてもらおうかな。オッケー、よし、落とすんじゃね。よし、じゃあ、まあ安全に運ぶためにですね。よし、違う、魚じゃないから、それトラックで行きますか。そうだね、トラックで行こっか。よし、あ、ちょうど雨も止んだし。うわ、よしよしよし、嵐が止んだ。嵐止んだね。博物館に持っていくものもちゃんとねゲットできるし、いいね。巻物もちゃんとゲットできて一石二鳥ね。一石二鳥だよこれ。到着、到着、よし、来たー、アメジスト。これはさっきのね、洞窟のアイテムの絶対一つだよね。渡します。はい、異物を見つけたんですね。来たー。どこだ。二つ目ですね、洞窟にある。おー、ここだー、アメジストのジオード。これ四つ集めると何かもらえるからね。いや、いいものくれるからね。そうだよ、飲み物とかくれるからね。博物館はいいものくれますから。なんだなんだなんだこれ。パラダイス島の洞窟と山の洞窟だって。おー、山は今から行くからもしかしたらまた手に入るかもしれないね。そうだね、パラダイス島は行く予定ないな。 ないな。じゃあ今回ですね、バツ印がついてるのはですね、うん、山の本当に行ったことないとこだね。チラピナがまだ一度も足を踏み入れてない場所に行きます。今日は曇りですね。今日は曇りですね。さあ行きましょうか。残り2つの、うん、事故やってるね。すごい勢いだ。もう後ろの人もガラス割れちゃってる。え、すごいね。ピノたちのトラックの、あららら、ら、ダメダメダメよ。落ち着いてくださいよ。落ち着いてください。落ち着いてください。ピノさん、止めて止めて止めて。落ち着いてください。当たり前のように引かれてんだよね。あー、ちょっと見て。勝手に NPC が運転してくれるタクシーだよ。どこにも行けないけどね。ピノさん、はい、行きますよ。行きましょう。もうほんとなんだよ、朝からあれ。なんも、あのトラック止めてるやつが悪いんだろうな。誰だろうな。絶対ピノさんだな。3つ目は山のですね、うん、あー、あるね。そう、ここ、あ、あるね、洞窟ある、あるある。こんな
なところ来たことないよ。ないね。なんだこれ。なんだここ秘境だな。下にもある。これもしかして洞窟ここじゃないの。この道なりにもあるよ。どっち。あ、ほんとだ。両方先ちょっと道なりから行ってみるか。二つあるからそうだ。位置的には合ってる。合ってる。この二つとも二つとも行かなきゃいけない。オッケー。到着しました。はい、ありがとうございます。オッケー。運転ありがとうございます。いえいえ、おごり様です。アイス。さあ来ました。おお。地下。これはなんだこのマーク。あ、暗い。何この物騒なマーク。あ、待って、ロープウェイじゃないこれ。これロープウェイか。これが本物のロープウェイ。プラさん、儀式みたいなの書かれてるけど何この下。ウォブリーだよね、これ。エイリアンか。これがエイリアン。エイリアンが吊るされてる。ウォブリーじゃなくてウォブリーか。ウォブリーが吊るされてんのかな。爆弾落としてない。あ、落としてるか。なるほど、爆弾を落とすのか。いっぱい書いてる。ほんとだ、いっぱい絵があるね。なんか、あ、爆弾あるじゃん。あるわ。あ、わかった。これ爆弾を中心に穴開いてるから、入れるのか。そう、あの穴に爆弾を入れるんだね。行ってきます。あ、行った行った。もうタイミング離して。あ、下手くそだな。うわ、難しいこれ。チロル行きます。お願いします。任せとけ。ここ。あー、惜しい。よし、任せろ。お、行った行った行った。いけ。はい。あー、惜しい。遅いか。ねえ、惜しい。今のもうちょっと早めだね。どっちが先に爆弾を入れられるか。誰か死んでない。気づいた。よし、今のうちだ今のうちだ。やばいやばい。どっちが先に入れられるか。いいのです。チロル、応援お願いします。応援お願いします。惜しい。惜しい。惜しかった今。また落ちてる。誰か機体が浮いてますよ。危ない。爆弾じゃなくて死にまくってんだけど。ヨル君のチャレンジです。はい。どうだ。入ってないか。うわー、難しい。うわ、もう、あー、また死んでるよ。うわー、じゃ、入った。入った。え、入った。あー、あー、揺れてる。めっちゃ揺れてる。うわー、揺れてる。めっちゃ揺れてる。まだいるんじゃない。入って。いや、さ、赤くない。そう、なんかね、爆発で赤くなった。あ、本当だ、ひび割れてるよ、ジローさん。すぐ走るわ、ピノさん。え、割れるそれ。いくぞ。はい。割れない。ま、もっといるかも、爆弾。まだいる。面白いね、これ。面白い仕掛けだね。ね。よし、いきます。一体何がある。いきます。ダイブした。入った。入った、ナイス。うまい。いくぞ、ピノさん、入れるぞ。おお、揺れてる。確かにひびが深くなった。え、怖い怖い。天井から天井さん、岩が落ちてるよね。おお、あと1回ぐらいじゃない。いけ。皆さん、まだ1回も入れてないからな。はい、あ、入った入った。やった、入ったぞ。入りました。うわ、開いた。うわ、開きました。あ、なんか鉱石出てきた。なんだ。お、赤いぞ。ルビーかな。よし。うわー、すごい鉱石だ。おお、あ、巻物ですね。せーの。はい、三つ目の巻物を見つけた。来ましたね。これで三つ目、あと一つです。おー、順調順調。せーの。そこにあったんだ。こっちだよ。あー、ナイス。これ絶対そうだ、博物館の残り一個だ。残り二つだよ。残り二つだ。どうする、先持っていくか、近くのあの洞窟行くか。一緒に持っていけるかな。なくなったらでも困るもんな。うわ、いい天気だな。この下降りても大丈夫かな。あ、行けるかな。今行ってこようかな。あ、本当だ、行けそうだね。行きます。オッケー。ヒロも行くわ。うわー、うわ、こっちじゃねえ。こっちじゃないね。大丈夫か。ついて行って大丈夫そう。ヒロの方じゃないよ。ヒロも行きます。そっちだね。来た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 。慎重に来た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 。来ました。オッケー。おー、洞窟だ。わ、4つ目の洞窟着きました。来ました。なんだなんだこれ。あ、これじゃない、ロープウェイって。こっちがロープウェイか。あ、見て見て。え、牛さんを槍で追いかけ回してるボブリーだ。怖いよ。なんかちょっと怖いね。あれ、なにこれ。岩が降ってきて、わーみたいな。なんかヤバそうだな、ここボブリー。牛食べるんだ。あー、壁画であったね、これ。アスレチックの岩ね。アスレ岩だ、ピノさん。あー、置いといた方がいいか。うん、置いとこう。オッケー。え、なんか落ちない。落ちる。早く行け。ババロ。はい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 、オッケー。おい、おい、来い。助けてくれ。ありがとう。危なかった。この岩、パッと落ちるんだ。
それはなんだ。またやり持ってるな、オブリーが。水かな、この。うわ、これ何、タイミングよく行くのか。そうだね。おあ、でもこれ下水道のやつと同じだな。交互に出てるぞ、ピロさん。え、せーの。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 よし、よーし、きたー。あれ、さはどうなってる。あ、道になってる、ピロさん。トランポリンだ。あ、トランポリンか、オッケー。せーの、ジャンプしていきましょう。ぴょん、オッケー、ジャンプして、あー、あ、巻物見つけました。よかったね、今回ね。早かったね。オッケー、4つ目の巻物見つけました。せーの、これで全ての巻物を集めることできました。いや、結構大変だったね。おー、相当何かあるぞ、あのジャングルには。ね、鉱石ないのか。プレゼントか。プレゼントある。なにこれ。プレゼント取ってこう。ちょっと迷路なんですけど、これもう降りちゃえばいいんじゃない。いや、危険だな、これ。危険だよ。アベルトこっち行けるよ。こっちもでも道あるんだよね。うんと外れだと思う、ピノ。チロルでもプレゼント来たよ。え、どっちでもいいんじゃない、別に。はい、プレゼントゲットです。うわー、これ何。え、何あれ。祭壇。祭壇が…あれ、なんだこれ。なんでこれ。え、インタラクトできる。せーの、せーの、アンロックしました、キャンドルハット。おお、なんだキャンドルハットって。なんだこれ。つけに行こうぜ。よし、帰るぞ。帰ろう。よし、よし。そしてこのルビーかな。うん、ルビーを運びます。持って帰ります。いいね、いいね、順調順調。おー、いい感じ。オートもありますから。もうジャングル近っ。危ないよ。危ない。ピロさん運転係、やっぱり。了解です。ピロさん落とすから。危ないだこれ。油断したな、危ないな。よし、しっかり持ってくよ。ジャンプ台使ってっからな。ジャンプ台、目の前見て。大丈夫、本当に怖いんだけど。いらない、あれ加速しそうなんだよね。マリオカートは多分あそこ踏んだら加速するんだよな。震えてる、ピロさんが震えてる。やめとこうか。やめとこう、やめとこう、やめとこう。怖い怖い。うわー、あぁ、危ねえ。うまっ、危ねえ。車で止めたよ、今。めちゃくちゃうまかった今、ドライブテクニック。よし、よし、到着しました。持ってきましたよ、ルビーの原石です。どうぞ。ありがとう。これはまだ当館にない物です。さあ、3つ目の洞窟のコレクションが揃いました。ダン、ルビーの結晶クラスター。洞窟のこのコレクション、あと1つパラダイス島にあるらしいんで取りに行きましょうよ。はい、はい、やっぱコンプリートしましょうよ。気になるよ、もう。ワンスティーブよりもコレクションの方気になってきた。おお、あと一つで揃うもんね。そう、あと一つで揃う。何もらえるかね。秘密の部屋も気になるが。そうだね。チロル、ちょっと心当たりあるんでいいですか。いいですよ。実はね、パラダイス島の洞窟ね、まあ多分あそこだろうなっていうところあるんですよ、一つ。おお、うん、パラダイス島のですね、魔法を売ってるお店がね、確かね、この辺りだったんですけど、うんうん、このですね、魔法を売ってるお店の方見て。あー、ほんとだ。上に何かあるなと分かってたんですけど、ここですよ、ほらほら、洞窟。なんかいっぱいあるの。あれ、いっぱいある。あれ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 、1、2、3、あれ、こんなあるの知らなかったな。どうします、これ。どうする。こんなにあるんだ。どうだろう。あ、でもどれだ。なんか青い鉱石あるから、ほら、模様がさ、さっきと同じ模様描いてるから。ほんとだ、ここかもしれないね。じゃ、この小さい洞窟行きますか。うん、サファイアかな。じゃあ、うわ、すごいぞ。なんだこれ。なんじゃこれ。うわ、サファイアだらけじゃないですか。取れるんじゃない、ピノさん、ずらしで。ほら、うわぁ、え、聞いた。掘って進むんじゃない、ピノさん。なるほど。ほーれほーれー。どうした。ええ、大丈夫。落ちましたよ。下には泣いてんだ。じゃあ何かある。ないかな。下はほんと外れって感じかね。でも道はありますね。あ、道ある。なるほど、下側の洞窟から出てきましたよ。あれだ、皆さん、あ、落ちたからか。落ちないように進めってことだね、これね。うん、落ちると、そう、下からもう一回やり直すと。うわー、これ道になってるのか。確かにこれわかんないね。うわー、これ初見殺しだったね。うん、オッケー、道できてます、できてます。うわー、でもこれすごいな。確かにわかんない道が。ヒロさん、そういえばさ、ろうそくつけたかった。あ、忘れてたね、完全に。ただ道できたよ。オッケー、ナイス。おお、すごい、バリンバリン。これだ。あ、これだ。サファイア。サファイア見つけましたー。あ、もうこれで終わりだ。さあ、これでですね、まあスティーブの巻物では関係ないですが、博物館のコレクションが揃うと。どうした。あ、着替えるんだったな。着替えます。
あーそう、キャンドルどうなん見てみよう、ピノさん。うわはい、どう？かわいいね。ピノさんもどうぞ。なんだなんだそれ。いいじゃん、いいじゃん、ゼリーみたいだよ。おお、いいね。せーの、はい。おお。燃えてる。え、すごい。いいね、色変えたいね。色変えに行く？まあ、予想はしてたけど、あんまり良くないね。もう明るい色にしよう。じゃーん。じゃーん。よし、行くぞー。オッケー、行きましょう。可愛いよ、でも。あ、可愛いね、でもね。可愛いよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。このキャンドルね、可愛い。あ、雨だから消えちゃった火が。持ってきたぜ。持ってきましたー。せーの、お願いします。なんと立派な愛物でしょうか。しかもとても状態がいい。そうなの。さあ、すべて揃いましたよ、洞窟コレクション。まさか今回洞窟コレクションすべて揃うと思いませんでした。サファイアの結晶クラスター、うわ、いきます。洞窟を探検するのはとても好きなんですね。この遺物が洞窟コレクションの最後の一点です。そうです。何をくれますか。ジュエリーペット。おお、音がすごい。ジュエリーペットを手に入れた。解放されたってこと。あ、そういうことかな。くれるわけじゃないんだよね。そうだね。あれ、またあのあれかな、お金いるとかいうやつかな。そうじゃない。あれ、解放されただけじゃないかな。あれ、ちょっと微妙だったな。いやいやいや、まさかね。いやいや、えパラダイス島だったよね、確か。あの鉱石いたの。いたね。見に行こう。乗り気じゃないね。なんかね、あれ、なんか乗り物とかもらえるのかなと思ったけど。そうか、ペットか。ペットはね、アンロックスね、してくれるのはありがたいんだけどね。あの、買うのにお金いるからね。ちょっと今じゃなかったな。今じゃない、タイミング全然ダメだった今。まあ、記念だし、ピノさん買っとくか。会えませんよ、ピノ。お金ありませんから。え、ないの。家売っちゃえばいいじゃん、もう。売らないよ。チロラ買わないからね、言っとくよ。どうですか、2匹目買わねえかな。あ、いるいるいる、2階にいます。はい、じゃあアンロックしたペット見に来ましたけども、どうですか。あー、これだ。あ、これだ。あ、でもピンク色で、ウビナさん可愛い。いや、色変えられますから。あ、そっか。$750です。あら、意外とお安いね。意外とお安いですよ。買いますか、買いませんか。買いまーせん。買わないの。買うか、こんなの。俺にはチロルがいるね、チロルに行こうか。ということで、今回はですね、ピノさん、はいはい、あの博物館の宝石をコンプリートしたので、はいはい、今回はここまでしようかと思います。次回ですね、はい、巻物4つ集めたので、スティーブの元に向かいます。向かいます。お楽しみに。お楽しみに。それじゃあ、バイバーイ。バイバーイ。絶対俺の前にバナナの顔落とすなよ。動けないから今。え、絶対やめろよ。この足の時チロル動けないからやめてよ、絶対。お疲れ様でした。いなくなるんかい。落としてよ、バナナ。お疲れ様でした。あ、てかバナナ落としてくんない。え、バナナですか。はい。違う違う、君じゃないのよ。何その体勢。